岡田宮は、福岡県北九州市八幡西区黒崎地区にある神社で、正式には岡田神社。古事記に、神武天皇が統制の檻に登竜したと記載されている古社で、天根、地、人の三の宮を有する。毎年7月に、岡田宮へ奉納する黒崎議員山笠は、北九州の風物詩として有名である。かつて、岡地方を治めた熊族が、 どうかい菊田家の浜に祖先神を祀ったのが始まりとされ、そのためにこの地域一帯を熊手と合したと言われる。あと、神武天皇が統制の途上に、この地に一年間登竜し八所神を祀ったとされ、神武統制にある岡田宮の候補地の一つである。中愛天皇の時代には教にした岡あ谷たぬ熊蟻の案内によって、神宮皇后が、 岡田宮の八書神を捧ぐ祭りしたとの記事が日本書記に載る。岡田宮の鎮座する地は北部九州の要少の地であり、天行三年、藤原住友の乱の際には、官軍の首相、小野義古と副将、源常元が必勝を祈願し神霊を奉納したと伝わり、元久五年に、恩賀軍、倉手軍を領した宇都宮従業は、祭礼発動を定め、 旗の建直に採取させたという。以来、車両18箇所、松寺急房と栄えた。A62 年に、大友氏の陛下に愛車殿を消失したものの、同8年に、麻生元重により、車殿が復興される。慶長10年、黒崎城が築城をされ、黒崎塾が整備されると上限から、現在地へ遷座され、黒崎区までの総鎮守として、福岡藩は元より、 長崎街道三勤の初代名、上り下りの文人木閣より厚い数形を受けた。慶応元年には三条耳が太宰府へ落ち延びる、最中に和歌を奉納している。明治5年に孫者に弟し、同41年には新戦兵白陵とも新社に指定される。現在では北九州市の副都心である、 黒崎地区の鎮守神の一社として多くの参詣者で賑わう。ありがとうございます。